それを聞くとね、2つのことをちょっと思うんですね。1つは、なんか不思議ですかね。え、現役の記者が来ると喋る。まずだって、いらっしゃらないですよ、現実に。いないですね。別に自分としてはね、はい、別に何も変わってないですよ。やってること昔と同じなんですよね。うん、表だって、本気でやるっていう人は少ないですよ、やっぱりね。でだから非常に高田さんケアの例だと思うんですけど、だから社内に浮いてるとかね、社内で非常に不利な取り扱いされてるとか、あるいはこれから煙たがれてるとか、ね、あるいは同僚からかっこつけられてあいつとかつってやっかまれてるとか、まあ、そういろんなことが起きてないのかなというふうに、まあそういうこともあるのかもしれないですけど、うん、直接査定に響いたりとかね、ボーナス削られたりとかまあそうどうでしょうね。ただその直接なんか例えばこれは僕はね、基本的にこういうことをやるときは、はい、若い記者なんかにも私同じこと言ってるんですけど、その外で言うことと、組織のね、うんうん、外で言うことと内で言うことは常に同じでなければいけない、うんうんうん、でまあもちろん組織の中だから外で何か物を動かす、あるいは内で動かす、そのやり方は内と外は違うと思います。組織体ですから、はい、中で動かそうとするとき、あるいは外から何かやろうとする、しかし言ってる内容に中身を外と内では変えてはいけない、うんうん、そういうのに私はずっと思ってるんです。だから例えば外では記者クラブを、例えば記者会見を開放しようなんかこうかっこよく言ってるんですよ、うち会社なんか戻ってきたら、はい、なって言ってくれたけど、まあちょっとまあ勘弁してくださいよちょっと俺も立場上外から言い出されないんだよとかね、なんかそういうのは基本的にまずいだろうなと。だからうちでも組織のうちでも外でも基本的にはやることは同じにしなきゃいけないんじゃないかなと思ってますかね。まあ、ずっとそうですけどね、自分としてはそうしているつもりですけど、おそらくですね、この今ユーストリームの中継始まって見始めている方の中に何人か勘のいい方はですね、もう気になられていると思うんですよ、なぜ新聞社の社名を言わないのかと。で、社名を言わないでスタートしました。これまあね、最初にね、社名をだけは言わないでスタートしましょうという話があったんで、それでスタートしたわけですけれども、これは何だか別に言っても全然差し支えないですね、でもまあ何かのない気があって、はい、その社名について、話しちゃいけないというそういうことになってるわけですか。ない気があってどうこうという、うん、まあ、ちょっとその辺は曰く言い難い、曰く言い難い、曰く言い難いというのはありますけれども私は別に外で喋る書くことを喋ったり、まあ、書いたり、時間の都合さえ合えば、まあ、特定の政党だとか宗教団体の主催でない限りは、普通に、同じようにやろうと思ってます。今日その社名を言ってないっていうのは、まあ、ちょっと面倒くさい話はちょっと脇に置いときたいなという、それだけは言います、ね、なるほど、はい、別に全然問題ありません。そうですか、はい、あるいはですね、その喋ることによってですね、はい、このさっき言った社内でね、何かしらハレーションといいますかね、反応というかね、そういうことが起きてるんじゃないかという、これについては、まあ、今のところ一度もその何か困ることが起きたりとかそういうのはしてないんですか。いや、例えば、まあそのまあ、私いろんなところで喋ったり書いたりします、うん、でもそれはそのある意味個人としての責任であってるわけで、うん、実際にそれで仮にですよ、うん、今の現実に何があるかは別にして、うん、それによって、例えば、いろんなこと言われたりとか、うん、あるいは、自分にとって面白くないなと思うことがあったとしても、うん、基本的にはそれは自分で引き受けるべき、うん、だから俺はこんなことが起きてんだみたいなのね、あんまり言うとかっこ悪いじゃないですかっていうことは、なんか無理起きてる。いや、例えばだからそれはね、まあ、それかっこ悪い、いい悪いは確かに、よくわかります。だから、うん、なんか美意識としてね、男高田の美意識として言いたくないみたいなのあるかもしれません、まあ、だからそれはちょっと美意識を置いといて、ただやはり一般論としてですよ、こう新聞記者が今ですね、そういう問題についてこう語ろうと、あるいはこう声を出して社会的に解放していこうと、内部に関しても同じ業種に向かっても呼びかけると、現実は反応というものはどういうものですか。あるいはそれは社内で、社内も含めて、会社は面白いと思ってないという、社内では現実に現れるんですか。どうでしょう、社内では多分私はいろんな場面でと同じことを言ってますから、うん、まあまた高田は同じことを言ってますね、うん、あるいは、まあ、言い方によったら、またあいつはあんなことを言ってる、同じ、またあんなこと言ってる、な
あるいはそういうのを知らない人は、あ、こんなこと言う人がこの会社にいたとか、若いね、新入社員とかね、まあ、そんな反応じゃないでしょうかね。で、相手にせずみたいな感じなんですか。要するにそれにごもっともだなと思ったら、じゃあそうそう、じゃあ俺らも声を上げていって、うん、一緒にやろうぜみたいな人は出てこない。社内で、うん、社内で、ね、もう同業他社、同業他社で、同業者、そのじゃあ同業者という、うん、言い方で言うとですね、結局表に出てきて、うん、まあ、あの例えばその記者会見解放の会、まあ、記者室と記者会見の完全解放を求める会の中で、私はジャーナリストという肩書きを使ってますけど、まあ、別にそれは新聞記者でもよかったわけですよ。例えば私の所属する会社の名前を使って、別に隠す必要はありません。北海道新聞社、記者でもよかったわけですよ。で、他の方はじゃあどうだとかっていうと、いや、記者会見の会合、いや、高田さん、あるいは高田がやってるようなことに自分は賛成だって言って、こう、一緒にこう途中までいろんな話をしてきて、実際ね、じゃあいざ会を立ち上げましょう、表に飛び出しましょう、呼びかけになってね、じゃあ名前載せるよっていう段になって、何人か消えてきました、申し訳ない、消えてきました。それを私は責める気はないです、まあ責める気はなくてもいいんですけど、どこの社が消えてきました。それは申し訳ありません。あの個人名じゃなくて、あの社名はどうですか。社名もやめときます。やめときます。やめときます。あの五大師と言われる、まあ、朝日、読売、日経、産経、そういうとこも入ってますね。それ、あの、まあ、地方社はいいですよ、地方社はね。こういう、あの、今なんだ、朝日、読売、毎日、日経、産経、はい、ね、それに共同時事、NHK、また民放という括りの中で言ったらば、あのどこの社、ね、そういうところの人は入ってるんですよ。でも、どこの人かって言いたくないのは、あのその個人はね、いや、それは俺から見たら、なんでお前、最後の最後で逃げるんだよ、みたいなのがありますよ。いやいや、個人を責めたいんだよね。会社のやはりその締め付けのね、違いがあるじゃないですか。まあ、これも僕もはっきり言えば、まあ、あのある程度知ってます、分かってますけれども、その締め付けが非常に強い社とそうでない社ってありますでしょ。だから多分ありますね。ね、ただそれ、まあ、だから、まあ、個人、まあ、結局最後は個人の判断で、そういうことをやるなと言われて表に出てこないのではなくて、みんな自主規制しちゃうんですよね、おそらく。こういうことをやったら、例えば会見解放を求める会の呼びかけ人に、名前を連ねたら、会社で何か言われるだろうな、この先の自分の道、会社員としてね、会社員人生にとっていいことはないだろうな、そういうふうに思っちゃう、おそらく。自主規制、まあ、おそらくとおっしゃってますけど、自主規制で控えてらっしゃる方もいらっしゃると思います。中にはあの明白にこう会社からですね、もっと明白にお前やめとけと、それやるなと、こういう通達というかね、あ、もちろんそれはあると思いますよ。ただ、はい、私の今回の会見会後の会で、一緒に呼びかけになってねっていう話をしてた人たちは、その会社から具体的にピンポイントでこの問題でやるなと言われてやめたんではないと、ね、要するに踏ん切りがつかない、踏ん切りがつかないと、俺に言わせる、私に言わせればなんか軟弱だなお前っていう言い方になるんだけども、でもその人はその会社の中で、とりあえずはまあこういう言い方をするとあいつ、まあ良心派なわけですよね。もともと会社からの締め付けがきつい社は参加してませんでした、最初から。まあ、参加してません。要するに、まあ、ずばり言っちゃいますけど、読売とかは参加してません。いや、参加、私も少なくとも話してない、入ってませんよね、入ってません。読売がの記者がね、読売のここの記者、僕知り合いいっぱいいますよ、友人も、私もいます、いますけれども、彼らは全くもってその個人のレベルで考えて判断してね、こういうことは僕に必要だと思う、その自己規制をするレベルまで、つまりそれ程度の自由度は最初からあるし、まあ、そうかもしれない、ね、一般の話ですね、そうですね、もっとはっきりした、規則というか組織の論理がね、先にあって、組織の規制を受けてるじゃないですか。読売が非常に代表的だと思いますけれども、この会見を解放しないというのは、どこ行ってもね、実はそのいろんなあの省庁のオープン化のために僕は、まあ、ぶつかり続けてきてるんですけど、大概ね、内情を聞いて、一体どこがどういうふうに反対してるんだって言ったら読売だって言うんですよ。まあ、第一は読売です。全てですよ。だからこれはもう徹底してるんだなと。